韓国海洋水産部は10日、キリバス共和国水産海洋資源開発部と両国の水産分野の協力を強化するために、韓国キリバス共和国の水産資料共有に関する了解覚書を締結したと明らかにした。2017年8月に韓国とキリバス共和国は、水産協力の了解覚書を締結しており、その一環として、 両国の水産資源の保存と不法非報告費規制にあたる漁業根絶の協力を強化するために、今回の了解覚書を締結することになった。了解覚書は、両国の管轄水域での漁獲量と創業費数の資料共有水産資源の最適利用と保存不法非報告費規制にあたる漁業根絶のための協力などを主な内容とする。 これにより、両国間の操業状況を常時共有することにより、その水域で操業する韓国の栄養漁船がより安定的に操業活動を行うことができるようになると海洋水産部は期待している。キリバス共和国は、広大な排他的経済水域を有する水産資源国で、この水域は、 韓国の栄養漁船が太平洋水域で創業するマグロ漁獲量の約半分を占める主な栄養漁場である。海洋水産部はこの他に、政府開発援助を通じて水と食料が不足しているキリバス共和国に海水淡水化の技術を普及し、水耕栽培システムを設置するなど、海洋水産分野での協力を言ってきた。 ソジョンホ海洋水産部国際協力総括課長は、今回の了解覚書締結を契機に、私たちの栄養業界の安定創業を支援する一方で、キリバス共和国との協力関係も継続的に強化していく計画だと語った。